皆さん、こんにちは。大家兼不動産屋のひろたです。今日もですね、仙台の岩間先生とですね、はい、税金にまつわるあれこれですね、お話をお伺いしていきたいと思うんですけども、今日のテーマはですね、書面添付っていうですね。で、これなんで気になったかっていうと、税金のニュースで、法人税の書面添付率が 10% ぐらいになったよとかっていうような記事があって、何それっていうことで、そもそもですね、税理士による書面添付制度ってのあるらしいんですけど、この辺が何なのかっていう話をですね、お伺いしたいと思うんですけど、まず、そもそもその書面添付制度ってどんな制度なのかっていうところをお話しいただければと思うんですけど、はい、まずね、その、いわゆる税務の申告書。はい。これまあ、税理士さんにお願いしている方はですね、まあ、申告書の下の方とかに書いてあるんですけど、30条の、書面、33条の2の書面ってこう、法人なんかでもチェック欄があるんですけど、はい、うん、まあ個人でもあるんですけど、はい、これ30条のやるというのはいわゆる委任状ってやつなんですね。はいはいはい。だから要はここの税務代理、税務申告とか、はいはい、計算とかを全部税理士さんに、税理士にお願いしますっていう委任状っていうのがある。だから申告書なんか、機械なんか税理士に依頼した人なんかはその委任状のコピーが入ってると思うんですけど、はい、その他にその33条の2っていうのがあるんですね。はい。はい、で、これは何かっていうと、いわゆる我々の書面、添付書面とかって言うんですけど、はい、要はですね、まあ簡単に言うと、この書類を作った税理士が、税務当局に対して、こういう書類をチェックして作りました。こういう点を注意して作りましたとかっていう、そういう意見表明する書面なんですよ。はい、なるほど。意見表明ですね。はい。まあ、要は、もうこれはもう税理士がこの税務申告をやって、こういうことをやりましたっていうのを、うんうん、当局に対して言う、うん。その書面なんです。で、これができるのは税理士だけなんですね。うん、なるほど。だから、まあ、我々は、業界では税理士の権利だっていう。こういうことができるのは税理士だっていうんで、で、それを作って、当局に出すと。で、その、添付書面が、それを書面添付とかって我々は言うんですけども、うん、そういう形で、申告書の、監査意見書、小庭決算が作る監査意見書とは違って、はいはい、その監査意見書っていうのは、結局決算書が正しいものです。っていうふうに証明するのが、はいはい、会計士さんの関西会社ですけど、はいはい、添付書面っていうのは33条の2の書面っていうのは、はい、正しさ、まあ、もちろん我々が作るんだから間違っちゃまずいんですけど、正しさっていうのは、これをこういう形で作ったんですよっていうのを、当局に弁明するっていうかですね、説明するための書類。って言った方が分かりやすくなりますよね。なんかその、はい、平たく言うと簡単に言ってしまうと、申告書に対する、その、うん、この言い方がちょっと言葉が選べないんですけど、言い訳書というかね、うん、こういうことで、うん、こういう売上が構成してますとか、そう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 、こういう経費が構成してますっていうところの、うん、その、計算過程のところで分かりにくいところを、その、税理士さんが補足するみたいな、うん、書面ということでいいんですかね。うんうん、はい。だから、ある意味、こういう言い方あるんだけども、当局も、はい。書面を見ると、はい、あ、この決算書って、ね、申告書ってこういう形で、はいはいはい、税理士が作ったんだな、ということで、あ、じゃあ、こういう形でなってるんだったら、で、税理士さんもこういうふうに意見書いてくれてるってことは、あ、これはちゃんとしたやつですね、っていう。なるほど、なるほど。結局、当局と税理士の、まあ、信頼関係っていうことですね。要は、向こうもこっちの意見をそうやって認めてくれるわけですよ。だから、それでなるから、実は、税務調査がその分、まあ、省略されるっていうメリットも結構あるわけですね。そうすると、この添付書面をつけると、うん、その、税務調査が、まあ、なくなることはないんでしょうけど、うんうんうん、確率的には少なくなるっていうか。うんうん、そうですね。だいたいその、申告書に書面添付割合っていうのが、はい、まあ、だいたい法人で 10%。はい。で、個人だと 1.5 とか、だから所得税よね。はい、はい。相続税で2割、20% って言われてるんですけど、はいはいはい、その、もちろん、例えば法人では全体のうち1割が書面添付してますけど、それが、まあ、要は、税務署で申告書をチェックするときに、はい、その書面見て内容を読んで、はい、結局理解したらそこから先に終わりなわけです、はいはい。調査もいかない。いかない。それがないと結局見て、ちょっとおかしいなったら調査に入るわけですよ、ね。なるほど、なるほど。でも書面添付見て、ちょっと疑問だなったら、そこで意見表明ってなんですよ。意見調査。はいはいはい。検証。で、それは税理士がやるわけですよ。うん、うん、うん。うん。だから、例えば、本人じゃなくてね。本人じゃないです。本人じゃなくて、税理士が責任を。お願いした税理士さんが、うん、対応してくれる。うん。だから、それをで、意見聴取をして、で、うん、
税務署当局が、あ、だったらいいですねっていうのを調査省略、調査したことになるんです。うん、だから、当局もうんと楽な、まあ当局も楽っていう。まあまあまあ、そうですね。はいはい、それはもう、それはもう全面的に税理士さんを、税理士を信頼してくれてるわけですから、うん、もちろん資料を持って、私も意見聴取受けたことありますけど、うん、まあある程度資料を持ってって、当局肯定です、はい。で、それでも、はい、まあ、ちょっと疑問が残るんですけど、そこから調査行くんで、実調率って、あれはね、公表、まあ、我々局との、国税局との打ち合わせの時に、実調率いくら、そこからいたのって聞いてるんですけど、それって確か公表してないのかな。ああ、なるほど、ね。ちょっと、うん。だから、それはでもかなりやっぱり低いです。うん。だから大体、それで、ちゃんとした意見表明がされてれば、まあそこでやっぱり調査省略ってもちろんなりますから、うん、そういうメリットはやっぱりあるわけですよ。うん、なるほどですね。うん、だからそういう意味では、その、税務調査に入られる確率がね、うん、低くなるっていう。もちろん、もちろん。のと、まあ、なんか疑義があっても、一回直接来るんではなくて、税理士さんに対応していただけるっていうようなメリットですね。うん、だからやっぱり税理士とその依頼先との、やっぱそこはやっぱ信頼関係ってもちろんで、当然当局と税理士との信頼関係っていうのもありますから、だからまあ僕なんかは、まあ、それを出したから調査が来ないとかね、そういう言い方っていうよりかは、そういうちゃんと信頼関係の中で、しかも税理士が意見表明できる場をもらってるんだから、それはやんなきゃ。損だなっていう形で。なるほど。うん。僕らは積極的に、なるほど。はいはい。活用した方がいいんじゃないかなっていう思うんですよね。うん、これ、まあ、そういうことでメリットはあるっていうことですけど、うん、その、コスト的にはどうなんですかね、うん。その意見聴取をつけてくださいねって、まあ、お願いするわけですよね。あるいはつけましょうかって言われたときに、うん、なんかその、従来の決算量にプラスアルファになるかならないっていうのはどうなんですかね。うん、まあ、プラスアルファする先生もいるみたいですね。でも僕らなんかはもう、最初からやってるんで。うん、なるほど。今からつけるから、あげてくれとかってなかなか言いづらいですけど、ただ、相続税の申告とか、まあ、あと、僕らなんかは所得税の大家さんのやつもそうですし、うん、あと、いわゆる、譲渡所得ね。譲渡所得。はい、はい。うん。あれもやっぱり、こう、いろいろ書類つけたりとか、あと、まあ、いろんなそういう特殊な事例ありますから、はい、まあ、そういうので、計算量に、改めて上乗せっていうわけではなくて、一応含めた形では、うん、いただくようにしてますけどもね。はい、これ、大家さんの場合ですね。大家さんが申告をお願いする場合で、メリットあるのは、うん、その、まあ、通常の時というよりは、なんか物件買って急に売り上げが増えたとか、うん、あるいは売却したとか、うん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 、そういう時の方が効果ありそうですよね。うん、それ以外の時は。そうですね。ただ、うんうん、結局、最近だとほら、インボイスのあれもあれですけど、ほら、結局、例えば家賃収入が、すごいもう、はい、例えば1000万とか、はい、2000万とか、一時1000万超えてくると、はい、結局税務署からお尋ねって結構来たりするんですよ。なるほど。だからもう、あらかじめ33条の2とかで、例えばもう家賃収入1000万超えてますけど、これもほとんど家賃収入だから、要は課税売上割合が低いのかなとかって、意見書いとけば、それは当局もそれ見ればわかるわけですよね。うん、なるほどね。だから、うん、そういうのはちゃんとこういうふうに分類してますとか、こういう処理してますとかっていうのはもう、あと、やっぱり、あれでしょうね。物件買った時、ほら、土地と建物を分けて、はい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 、例えばこういう根拠で分けましたとか、はいはいはい、うん、別に資料つけなくても、ね、まあ、つける先生もいるみたいだけど、うん、文書で書けば、はいはい、当局が納得してもらえば、それで全然いいわけですよ。うん、そうすると、まあ、比較的、一つは経営規模の問題もありますよね。うん、そこはそんな別にそこ、そんな細かいことやらなくてもいいし、うん、っていうのはそこそこ大きくて、なおかつ、その、変化が大きい時っていうのは、かなり有効かな、うん。ああ、有効ですね。ですね。うん、だから、僕なんかは、まあ、経営規模にあまり関係なくつけるようにしてるんですけど、結局ほら、その中でも、例えば修繕がバーンと大きくなったりとかあって、で、結局経営規模に関わらずになったりあるわけじゃないですか。そうすると、やっぱそれにはそれなりの理由があるんで、ここをこう、例とかっていうふうにはしたりしますね。うん、まあ、頻度とはしては低いんでしょうけど、相続税なんかは結構有効なような気もしますね。ね、相続は絶対つけた方がいいですね。あ、結局、だから相続税は22割ぐらい、やっぱつけてるんですよ。ね、うん、結局、我々としては、ほら、相続っていうのは、必ずしも、ずっと顧問詐欺とかね、はい、ずっとお付き合いしてる方の、継続で受ける場合じゃなくて、突然、こう、依頼されるケースも多いんですから、うん、まあ、もしくはずっと知ってれば、余計ね、ここ、こういう理由で、こういうのがありましたとかっていうのは、やっぱり、逆に、書くべきじゃないかなと、僕なんかは思いますね。うん。痛い腹を下げられなくて済むように。うん。特に、まあ、まあ、これもやっぱり規模の問題なんでしょうけど、うん、人産系の大家さんっていうのは結構な頻度で入るような気がしてるね。うん。よく聞きますよね。うん。
そのお父様の相続をして調査が入ったっていうような話もね、うんうん、よく聞くんですけどね。だから、うん、まず逆に言うと僕は相続、特に相続なんか、いや、なんでつけないんですかなんて、逆に僕なんかは、やっぱ同僚とかですね、うん。いや、それは逆に説明 ね、調査来て説明するよりいいじゃないと、まあ、税務調査して立ち会い料もらいたいかな、なんかそれはわかりませんけど、ただね、地主系とか親さん系で気をつけないのっていうのは、やっぱね、例えば借り付けたとしても、ほら、相続の段階で知らなかった、預金とか財産とか、はいはいはい、やっぱそれ当局が抑え、はいはいはい、分かってて意見聴取に来てそれで調査っていうケースもあるみたいな。いやだったら意見聴取した時に教えてくれりゃいいのにって結構ね、あの同業の税理士文句言ってる人いましたけど、うん、あのこれね意見聴取の段階とかで結局ほら例えば分かりましたって修正とかすると加算税が少なくなるのか、なんかそういうメリットも確かあったんですよね。ただ、やっぱり相続なんかだと、そういうのもう分かってできてるっていうのはあるから、うん、だからそれも仕方ないんだけど、でも逆に言ったら、あのそれで発見されて財産増えならいいんじゃないとかって話もあるのは、まあ、ただ、修正申告で税金多く納めなきゃいけないけど、ちょっとあれかなと思うんですけど、うん、まあ、どっちにしてもね、僕は逆に、それこそ僕とか、本当僕もそんなしょっちゅう相続税の申告やるわけじゃないですか。まあまあね、頻度はね、低いです。そうそうそう。でも、だからこそこういう理由で、例えば評価しましたとか、これはこういう理由で、私はこういう計算しましたとか、あと、これは入れましたとか、こういうふうにしましたとかって、やっぱりね、やっぱ効果はあったと思いますね。相続税の調査って私もそんなに、だから、もともとそんなに件数受けてないですけど、調査ってあったらいいですね。なるほどですね。うん、まあもう一つは、その、こう今、税務署と、まあ我々っていうと、まあ税理士さんとの関係ですけど、例えばその書面を添付することによって、対外的な信用が増えるとかそういうことはないんですか？やっぱりしますけどね。うん、なんかそれをつけてるから、金融機関にアピールする人がいるみたいですけど、実は国税当局と私の打ち合わせしたときによく言われるんですけど、つけりゃいいってもんじゃないよと。なるほど、なるほど。あの、ほんとひどい書面もあるんですよ。ほとんど内容も書いてなくて。うん、なるほどね。書面って、つけるんだったらちゃんとある程度書いて、で、実は、まあ、こういうふうに書きましょうっていうのは、日本税理士会連合が日税連合で、日本は示してるんです、税理士に対しては。だから、せめてそれ見てね、それぐらいは。で、やっぱ、そこのレベルっていうのはね、税務署の方でランク付けしてるみたいです。なるほど、なるほど、ね。そうするとね、この書面添付制度を利用して、メリットのあるところっていうのは、まあ、いわゆる税務署と、まあ、税理士さんと、大江さんの関係の中で、いろいろその調査の頻度が確率が低くなるとかいうところがあって、それ以外の分野、金融機関に信用度が上がるとかっていうのはほとんど期待できないかなっていう感じですかね。まあ、まあ、金融機関にその書面付けでこういう感じで出しましたっていうのを見れば、金融機関もこうやって、税理士さんが見てくれてんだなとかつってこう、評価ちょっと良くなったりするのはあるのかもしれないですけど、ね。まあ微妙な、まだ、確実に世間的に、それをなんかこう、あれされてるものでもないっていう感じですかね。だからね、それを過度にアピールする人たちもいるみたいですけど。はいはい。まあ、どこまであれなのかな。まあ、我々自身の、なんでしょうね、決算作ったりとかするときにこう、チェックにもやっぱ使えますし、あと、この先とのその意見で、結構ほら、決算するときっていろいろこれってどうなったんですかって聞いたりするじゃないですか。そうですね。うん、はい。そこでやっぱり、あ、やっぱり間違いやすいなとか、今度こう しましょうねとか、あと、いろいろどうしましょうって相談を受けたやつをこうやりましたとかっていうのを書くにはもう全然ね、僕は、ね、いいんじゃないかなと、お互いの確認にもなるしね、と思うんですけどね。そういうことだね。まあ、ちょっとね、気になったんですけども、大江、はいはい、さん的にはまとめますと、そこそこ経営規模がないと、あまり、つけても大変なだけだっていう。いや、でもね。書くのは税理士だけ、まあまあ、もちろんそうですけどね。うん、そうそうそう。で、だから税理士さんによっては、その、コスト的にもね。ああ、そういうことね。ね、かかっちゃうところもあるんで、まあね、ただつければいいってものでもないよっていうことですね。ただ特に、その、調査の入りやすいケースっていうんですかね。これは別にいいとか悪いとかじゃなくて、その変化した時ですよね。うん。物件を売却したり、あるいは購入したりして、急に家賃収入が増えたとか、うん、減ったりとかっていう時ですよね。こういうような時は結構有効かなっていう感じですかね。で、その他特に対外的なその信用度っていう部分はちょっとまだ微妙で、まだそれほど世間的に認知されてないというかね、周りの人が税務署以外のところがね、それを重視してないっていうような感じですかね。そんな感じですかね。うん、はい、逆に、僕の立場から言うと、お願いだからつけてくださいっていうよりかは、うん、いや僕が、
責任持って作ったんだから、俺はこういうふうに、なるほど。逆に書きたいよっていう。だからそれに対して、よく書いてくれとかって言われても困るわけですよ。なるほど、なるほど、ね。逆に言うとね、うん。公平な立場で書かないと。そうです、そうです。やっぱりそこはね。まあ、それは信頼関係です。そうです、そうです。うん。税理士さんとの信用度の問題です、ね。だから信頼関係の証って言ってもいいのかもしれないですよ。なるほどですね、うん。まあ、ということでですね、今日はちょっと書面添付制度についてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。いえいえ。